坊門家は、鎌倉時代から室町時代にかけて存在した区下。坊門を名乗る家系はいくつか存在するが、藤原北家の関白、藤原道隆の子孫が著名である。藤原道隆のこのこれ地下と高家は、お児道長と対立し、花山法王に矢を追いかけた罪で左遷された。後に罪を許され、高家のこの常助は、聖二県大納言まで昇進したが、 道高の弟の道長の子孫が藤原北家の着流となり、摂政、関白を世襲していったため、道高の子孫はしばらく不遇の時代を送ることになる。平安時代の後期になると、常助の孫の胸中は、妻の実子が蕎麦天皇の乳母であったことから、陰近親として白川法皇及び蕎麦法皇に仕え、十二中納言まで昇進した。 京中の孫の信孝は生前は肖像くらい悲惨儀、泊まりであったが、安徳天皇が平家一門と共に都落ちすると、信孝の娘で、高倉天皇の天使となっていた、職司書生の高平新王が行為を継承し、後鳥羽天皇の外祖父にあたる信孝は、十一位左大臣を追贈された。暴門を加盟としたのは、信孝の子の信清と高清の代からであるが、加盟の由来は、 信孝の指定が七条防門工事沿いにあったことによる。鎌倉時代の前期の防門家は将軍皆本、佐根友の室や後鳥羽天皇の女房を出しており、防門家は県政を誇った。しかし、憲法4年に信清が皇居して以降、憲法7年には将軍佐根友が暗殺される。その後に起きた上級の乱において、信清の子の中心は、 倒幕勢力に組みしたためる罪に処せられた。当時、中心は、県大納言の地位にあり倒幕計画に関与した区下の中では最も関位が高かった。以後、高市清流の元助、清忠などを除き、鎌倉時代を通して、某門家から苦業が出ることはなかった。近年の研究では、元助や信清のこの有信のの子である信道らは、宮城堂下に、 金寺市九条へ一門との数代にわたる隕石、関係を築いていた一方で、関東志向の定身として、鎌倉幕府の将軍にも使えるなどして、一定の権勢を保っていた。またそれゆえ、小月家領である、新味宗漁家職の横領を企てるなど、竹領の侵食も可能であったことが指摘されている。南北朝時代になると、信清の子孫の信境が、 北朝において苦行に列したか清の子孫の清忠は、五代五天皇の側近を務めた。しかしいずれの系統も断絶したために後世に加盟を伝えることはできなかった。なお、傍門忠信は、傍門家所流の信成を養子としている。信成の子孫からはみなせ、七条、町尻、桜井、山野井の五屋が同情家に列し、明治時代にはいずれも家族となって死者を授けられた。 ありがとうございます。